東洋無線さんが創業55年と、はい、その中で一切赤字を出していらっしゃらないというふうなことも伺ったんですけれども、はい、その成功の要因はどのように考えますか？これはね、私もそのお所さんの、はい、受け売りの、ね、言葉なんですけども、強くそれを思うこと、強く思う、まず思うこと、うん、その思いがどれぐらい強いのかっていうですね、うんうん、人間というのはその強い思いにやっぱりどうしてもこう惹かれていくし、行動もそういうふうになってきますよね、うん、はい、だからそれが多分原点にあるんですね、うん、やっぱりこう本当にうちの親父が昔言ってましたけども、こんな小さな会社、もう本当に数名の時にこんな小さな会社はもう吹けば飛ぶようなね、中小企業はもうとにかくね強くならんといかんと、だからそのためにね、そのためにはやっぱりお客さんからものすごく強く支持されないといけないと、お客さんからものすごく強く支持されるためには自分たちのその技術をね、うん、ものすごく磨いていかないかんと、うん、だからもう本当に誰にも負けないぐらいですね、はい、うちの親父はもうそのものすごくそのあたりを自分も努力してたし、うん、それから社員たちにもそれを強烈にやっぱ求めてたんですね、だからお客さんよりもうちの親父の方が怖かったっていうか、うちの親父がお客さんが、うん、この仕事で OK ですって言って、はい、言ってもらっても、はい、うちの親父がダメって言ったらもう一回最初からやり直しみたいな、だからそういう、ね、まずは思いがあって、うん、でそれを、まあ、実行に移していくっていうかな、うん、だからそれのその積み重ねじゃないかなと思うんですよね、だからもう赤字を、ね、小さな会社が赤字を何年も続けられるはずがない、で小さな会社って銀行はお金を貸してくれないですよね、じゃあもう絶対にその自分たちがあるその軍資金を何倍にできるかということになってくるんですよね、はい、本当に一人で、ね、始めてますけども、だんだん社員が入ってくる、で入ってきたら彼らの生活を守っていかないか、はい、でその生活を守るためには、はい、一体うちはいくら、ね、利益が必要なんだって、はい、そういうのを考えて、で計画して、でそれをもう実行に移していったっていうね、まあ、ただその積み重ねじゃないかなと思うんですね、なるほど、うん、まあ、言うはやすしですけど、そのご自身 の, この努力っていうところと、あと社員さんに対してその研鑽をこう 積んでもらうためにどのようにこう激励をされるとか、動機づけっていうところはどういうふうにされていかれたんですか？ですね、うちの、まあ、親父のは関西の人間なんで面白い言い方するんですけど、うん、儲かる仕事か、ね、面白い仕事しか取ってくるなっていうんですよ、儲かる仕事は、まあ、美味しいご飯を食べるっていうね、うん、だから儲からんでもいいから楽しい仕事っていうね、その楽しいっていうのは結局ね、うん、僕は後で気がついたんですけども、はい、結局親父が言ってる楽しい仕事っていうのは、うん、難しい仕事なんですね、うん、だからもう他社さんが、はい、みんな本当に大きな大企業さんが断ったような、はい、うん、そういう仕事をですね、はい、もう喜んで取ってきてたんですよね、でどこもできないって言ってるから、うん、じゃあ高雄さんね、やれませんかって言ったら、まあ半分ぐらいやれるかなって思って、半分ぐらいやれないかなと、うん、でも半分ぐらいやれるかなって思えばそれを受注してきてしまうんですね、うちの親父はね、うん、で納期までにそれを間に合わせればいいんだと、はい、今できなくても、はい、納期までにちゃんとそれを製品を納めれば、はい、これは嘘にはならんと、うんうん、だからそうやって、うん、やったことのない仕事ばっかり取るんですね、まあ、未だにそうですけど、はい、まあ、だからよそが尻込みして、うん、できないような仕事ももう今でもやっぱり、受注して、で当然そういう仕事っていうのは、はい、難しいですから、うん、まあそのものすごい赤字をね、はい、その一つで見るとすごい赤字をね、小さな会社で何千万も赤字を出すようなことも何回もやってます、うん、だけどそれでですね、その僕たちはその成長させてもらえたのかなって思ってます。だから今でももうどこもできんよねとかね、うん、こういう発想でやったらできるんじゃないかみたいな、そういうのをもう思いついた時にはもう今でもすぐにじゃあやりましょうかっていうことをね、やってます。だからチャレンジをしていくわけですね。そうですね、チャレンジですね。だからチャレンジしていかないと小さな会社の価値は僕はないと思うんですよね。チャレンジするからやっぱり必要とされるわけですよね、うん、高い金額を払ってくれる
ね、だから誰でもできるってそんな仕事があるはずがないっていうかですね、うん、だからどこまでやっぱりそのお客様のそのニーズにお答えできるかっていうね、うん、ことじゃないかなと思う、うん、だから儲かる仕事か面白い仕事、はい、これ以外は取ってくるなって言われてました、はい、その社長が、うん、就任されてからこの22年間ですかね、うんうんはいはい、もうその儲かる仕事面白い仕事っていうような視点は変わらずですか、うん、そうですねやっぱ変えてないですね、うんうんまあ、全部が全部そうじゃないですけどね一般 の, そのルーチンワークももちろんそのあるんですけど、うんはいうん、やっぱその観点はやっぱ変えてないですよね、うん、だから依頼があれば、はいまあ、とにかくやってあげようと、うん、ただあまりにもその市場がなければですね、うんうんそれは無理だなということで判断して、まあ経営資源というのは限られてますからね、はい、その中で今年は何にチャレンジしていくのかなっていうね、うん、だけどもう必ずやっぱりその売上のですね、うん、2割ぐらいはそういうチャレンジの仕事を未だにやっぱり受注してますからね、うん、2割はチャレンジを、うん、そうですねしていくと、はい、そうですね